パリオリンピック2024柔道混合団体決勝、大会9日目イコール日本時間4日シャンドマルスアリーナ、柔道の最終日を締めくくる混合団体の決勝では、日本は地元フランスと激突。3勝4敗で2大会連続で決勝の舞台で敗れました。合計6人で戦う柔道混合団体は、先に4勝したチームが勝利。しかし、 第5試合の安倍一文選手が階級が上野選手に敗れると、続く女子70キロ級では、高市未来選手が女子63キロ級銅メダルのアグベニュー選手に敗れ、連敗を喫し3勝3敗となります。勝負を決める7戦目、斉藤達留選手がフランスのリネール選手に敗れ、2大会連続で銀メダルとなりました。高市選手は試合後のインタビューで、 まだまだ弱くて自分が情けないので必ずもっと強くなりたいと思います。この悔しさを忘れず強くなります、と涙を流しながらも力強く意気込みました。